皆さんこんにちは、ウプ主です。今回は以前投稿した大回りの続編ということで、その後に行ってきた撮り鉄の様子を動画にしたいと思います。動画の前半までは同行者が一緒なので、声が入らないよう元動画の音量は0にしています。そのため少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。おっと、トプなんですね。雰囲気があれなんで、内頭部ナイツは流さないでおきましょうか。そうそう、撮影場所について説明をしておきましょう。わかる方ならすぐにわかると思いますが、大体の位置で言うと、二ノ口連絡線と大阪線が分岐するあたりですね。晴れていたらもっと綺麗に映るのですが、今日は天気が不安定で、うねぎ駅を出た時点で雨が降っていました。まあ、同行者含め雨男、雨女らしいので、半ば諦めてるようなものですが。おや、またもやトプなんですね。というか、私の記憶が正しければこの編成、逆蘇生なんですが。おいマジか、やっぱり逆蘇生かよ。というのも普段の編成は、6両だと大阪方面に2両、伊勢方面に4両をつなぐのですが、今回は何らかの理由で逆向きに組まれていましたね。ラスなんだろうが気にしませんよ、まあ、大阪線のシリーズ21は全て演出ありですからね。ちなみにこいつは日立製のインバータを積んでいます。さっきから何なんですか？トプナンラスナンがいい具合に来てますよ。やっぱり何か持ってるんですかね、それっぽいものを。まあ、台車や補助電源の仕様が異なるだけで別形式にする鉄道会社ですからね、当然の結果とも言えます。噂をすれば、近鉄で最も細かく形式が分かれているであろう、1420系シリーズがやってきました。確か1436系は、1422系のマイナーチェンジ車である1435系の台車をボルスタレス台車に変えた仕様でしたっけ？そしてさっきの1437系は、1436系の補助電源装置を静止型インバータのものに変えた仕様でしたよね。それから1440系は、1437系を伊勢志摩線区のワンマン運用に対応すべく、相応の改造が施された編成に付けられる形式と。もうマジで意味がわかんねえ。まあ、この仕様を覚えてしまった私も相当おかしいですが。そして今、連絡線を通る電車が本線の電車を止めてしまう、通称、交差支障が発生してますね。これは、近鉄のダイヤの基礎である特急電車を優先にしたダイヤの影響です。近鉄は、確か1日に400本近くの特急を運行してるんでしたっけ？そんな数の特急全てを優先にしたら、たとえ支線に行く特急でも本線を妨げてしまいますよね。でも、このダイヤは致し方ないのですよ。今信号が変わり発車した急行の後ろを、火の鳥が追いかけてるのですが、その電車は今、益田駅を通過するくらいの時間なんですよね。それに、伊勢志摩ライナーは難波駅のアーバンライナーと接続をとっています。まあ、動画にはなかったですが、そして伊勢志摩ライナーの後ろには区間準急が迫っているので、区間準急が八木駅手前で信号制限を食らってしまいます。あ、この火の鳥、来るの忘れてたので編成確認とか色々できませんでした。でさっきの結論ですが、本線急行より支線特急を優先した方がメリットは大きいということですね。以上、近鉄のダイヤについてはにわかな私の憶測でした。お、あれは八木から桜井まで行く時に乗ったものと同じ編成ですね。さすがに数時間単位で外にいると、同じ編成と会う確率も上がってきますよね。そうそう、列車番号とかは近鉄時刻表っていう、2020年3月14日発行の本を参考にしているので、この列車も時刻表通りだとアーバンライナーによる運行なんですよ。同行者がいきなり叫んだので振り向くと、そこにはカマキリがいました。まあ、私虫とか苦手なんでちょっとしんどいですが。ちなみにこの人、バッタなら掴んだことあるらしい。じゃあ同行者の門限が近いので、島風を見送ったら家まで送っていきましょう。久しぶりに第二編成見た気がします。まあ、名古屋にいるイメージしかないし、最近撮り鉄はあまりしてないですからね。というわけで、動画では同行者はここまでということですね。今日はめっちゃ楽しかったよ。誘ってくれてありがとうね。こちらこそ、こんな雑な旅だったけど一緒に来てくれてありがとう。では、撮り鉄第2部を始めていきましょうか。さっきのやつを2次回としたら、今回は3次回になるんかな。ちなみに場所は、益田駅から600メートルほど歩いたストレートのところです。さっき同行者を送っていってる時に、5200系の VX5 編成と9020系 EW51 編成が連結して大和朝倉へ行ったのを見たので、こいつを曽我川緑地あたりで撮影しようと思います。あ、でも、マスガ着が17時半くらいだろうから、ワンチャン間に合わないかもしれないですね。それでこの編成、今日は馬3回目だよ。じゃあ、火の鳥は今までたくさん撮ってるし、この急行撮ったら撮影地を移動しましょうか。そろそろ行かないとかも行きたいですし。あ、AC60 は名古屋にいるのかな？ LED の方向幕を見たい気分なんですけどね。
マスが駅のすぐ西の踏切にやってきました。ちょうどよく日の鳥が来てますね。もう少し周りの環境が良ければ、いい感じの撮影地なんですけどね。もうラスナンは見飽きたんだが。今のブレーキ感回音、聞こえました？線路挟んで向かいのミニストップに行こうとしたら、突然やってきたので急いでカメラを回しました。それにしても、今日の近鉄はバグってるんですかね？逆組成といい物録といい、あげく普段組まない編成まででっち上げてるし。まあ、私からしたら帰ってる時の場が和んだので、よかったんですがね。というのも、相手を凍らせてしまうような発言をしたので、場の空気がある意味冷たかったんですよね。まあ、詳しいことは伏せておきますか。急いでカメラ立ち上げたとはいえ、白飛びしすぎですね。編集サイドも、画面の明るさに呆然としてしまいました。思わず明るさ下げましたよ、今思ったんですが、単数実況って言い方を変えれば、うぷ主の独り言の具現化ですよね。そう思うと、この動画を上げるのが恥ずかしくなってきますね。あ、1422K シリーズ、ワンマン車以外はコンプリートしましたね。1420K は、だって、あれはほら、自宅車じゃん。つまりそういうことさ、あはは。では、後ろから来てる急行を取ったら緑地まで歩きます。はい、曽我川緑地到着と。にしても雨が強いですね。自分本当に雨男極めてるかもしれない。まあ、PV 素材として雨の中撮影したかったし、ちょうどいいですね。すいません、階層とかのダイヤは全くわからないので、鉄板とかは少しふざけています。ただ、週末に公園で遊ぶときいつも通ってるので、定期の階層なのは確かですね。まあ、7月にダイヤ変更するの分かってて、わざわざダイヤ調べようとする気にはなれないですが。気分を変えて、アジサイと一緒に撮ってみました。あら、さっき区間準急だった電車が、急行に化けてますね。あ、この赤坂で映るけど気にせんでなー。いよいよ来ましたね。京都市の臨場地上に編成だった時点で察してたけど、やっぱり突然が来ましたね。伊勢方面に行く機会がないのであれですが、島風にもいつか乗ってみたいですね。あ、公園にいた人と話をしてたので、元動画の運用を例にさせていただきました。それで、先に言っておくと、物録による何倍機特急は撮影できませんでした。ちょうど家に帰ろうとした時に来たもんですから、完全にどうしようもないですよね。そろそろ終わりが見えてきましたね。これともう一本で、動画ファイル自体は使い切ります。ワイパーつけとらへん。せっかく雨の中撮影してたのに、ワイパーなしはなんかがっかりしますよね。最後にもう一度、このアングルで撮ってみました。それじゃあ、この後は特番集計の時間となります。長らくのご視聴、お疲れ様でした。ここからは、先月に三本松へ行った時の写真をバックに、大回りパート4と撮り鉄で回収した特難を集計していきたいと思います。まずは、通勤型特難からですね。通勤型特難は10個と、撮影はスレの 227K ですので、1ポイント ×10 スタス5ポイントは15ポイントです。続いて通勤型ラスナン。こちらは少なめですね。2ポイント ×4 種で8ポイントです。そして特急型。3ポイント ×4 種で12ポイントですね。そして、今回、大回り乗車パート4で回収したポイントは35ポイントとなります。そして、大回り乗車パート3終了時のポイントと合わせると67ポイントとなります。なんか、急に倍近い数に増えたな。それでは、最後にお知らせだけして動画を締めましょうか。
ご存知の方は少ないかもしれませんが、今年、私は受験生となりました。今はこれだけ投稿して遊びまくってってしてますが、さすがにこのままだと相当まずいので、2月からは YouTube の方の活動を大幅に縮小していく方針で検討しています。そして、少し前から計画を立てている名古屋遠征についても、このご時世ですから、中止となる可能性が高くなっています。中止となった場合、動画投稿は9月頃から休止になりますので、ご理解いただけると幸いです。まあ、私がやってる SNS での活動は続けていくので、もしよかったらそちらの方も見ていただけたらと。今までの話を簡潔にまとめると、受験に備えるために YouTube での活動を縮小していく、というお知らせでした。私からのお知らせは以上です。追加事項があれば、また動画を制作すると思うので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。